どうも、伊藤です。よろしくお願いします。多分1時間ばかしだと思うんですけれども、お付き合いいただければと思います。それですね、午前中もゲノムの話だったと思うんですけれども、私は、ゲノムっていうのは、いろんなところで話題になっていて、例えばその今後の医療の問題であるとか健康の問題であるとか、いろんなキーワードがもう最近は新聞でもニュースでも飛び交ってますけれども、もうちょっと広い意味でのゲノムの利用ということで、ゲノムの情報を使った時に、その今の進化の研究というのはどういうことが行われているのかということであったり、その中から何が分かってきたのかということを紹介させていただければと思います。で、多分午前中ちょっと、ゲノムの話だったということで、一部ゲノム の紹介のところはかぶってるところもあるかと思うんですけども、もし聞かれた人がいたら復習ということで、聞かれてない方はゲノムってこんなもんなんですっていうことでお聞きいただければと思います。でですね、今日の話はですね、従来こう生物の進化の研究っていうのは古生物学を代表するように、化石がどういう地層から出てきたのかということをもとにして、研究されてきたわけですけども、実はその我々の体を形作っている DNA、遺伝物質ですね、やタンパク質といったものの中にも生物の我々が生きてきた歴史というのが刻まれています。でそれをもとにですね、このゲノムの情報、 DNA の情報を用いた進化の研究っていうのが、ごめんなさい、これちょっと字が、ミスってますけれども、進んできています。で問題はですね、地層は地層で難しいわけですけれども、DNA は地層と違ってですね、目で見ることができない、非常にこう小さなものですから、どういうふうにその DNA の情報を使うのかということが、大きなキーになるということになります。でここからちょっとしばらく、ゲノムに行く前に一般的なお話になる、進化のお話なんですけども、これよくある教科書から撮ってきた絵ですけれども、これは皆さんもよくご覧になるような、何年前にどんな生き物がいて化石が出てますよという図です。ここたまたま派手なところで、いわゆるジュラ紀ですね、恐竜が、大型爬虫類が世界を制していた頃の時代がこうあって、その後に我々哺乳類の時代が来て、人の時代になったと、よく使われるよ、ご覧になる図だと思うんです。こういったことが実は地層の研究、ここにオレンジで書かれているのが地層ですけれども、それぞれの地層に対応する化石から、化石を年代順に並べ直して、生物の進化の歴史というのが表現されています。で、地層といいますか、化石を使った、古生物学からの進化へのアプローチっていうのは、どういうことが行われるかというと、これはですね、最近といっても数年前ですけれども、新しい化石が中国で見つかりました。でこれは私も化石屋ではないので詳細は省きますけれども、こういう歯の形とかですね、顎の骨の形、鼻の骨の形とかいうものを比べることによって、実は哺乳類の祖先であったということが分かった化石なんですけれども、ご覧になっていただければ分かりますように、化石っていうのは決して全身像が得られるわけではありません。ごく一部の骨からこういうふうに非常に細かい形態の違いというのを比べていくことによって、生物種を定義づけて進化を再現していこうとするアプローチになります。で非常にそれは困難な仕事で、いわば点と点をつないでいくような作業を繰り返していくわけです。で例えばですね、点と点をつないでいくとどういうことが難しいかというと、これはこちら側は、絶滅した古代のトンボの一種です。で右側はこれもちょっと見た目変わってますけれども、今現存しているトンボで、非常に綺麗なトンボなんですけど、超トンボと言われるものです。で、先ほど言いましたように化石っていうのは全身像が出ないんですが、これちょっと図がコントラストが良くないので後ろの方から見づらいかもしれませんけども、このトンボ実は6枚羽なんですね。最近よく子供が絵を間違って羽の数をデタラメ描くとか言いますけど、自然は偉いもんで6枚羽のトンボを過去に生み出してます。で、これ頭のところに小さいですけど、実は追加の2対があります。でこれさっき言ったように化石の点で見ようとすると、ここがここしかなかったら、これ全然別な生き物になってしまって、なぜならトンボは4枚羽で6枚羽でどうするんだって話になるんですけど、これが古生物学というか化石を使った
進化研究の一つの難しさ、要するに連続性をどう担保していくかっていう問題があると考えます。で、まあ、もう一つその進化の研究のために大事なのは生物史の連続性の話と、時間軸ですね。どういう時代にそれが存在したかと。で、時間軸の方は地質学、地層の年代図っていうのが非常にかっちりできています。で、これも教科書から取ったもので、よく、表現はさておき、45億年前から地層はこうなってますよというのをよくご覧になると思うんですけど、まあ、地層 の研究っていうのは、ここにもちょっと書いてますように1830年頃ですね、19世紀の、まあ、真ん中ぐらいに、地層っていうのは実は年代順に並んでるんだよということに気がついた人がいます。で、そうするとその年代順に並んでるんで、どこから出てきたかっていうことを見れば、その化石はいつの時代に出てきたかというのが分かるんじゃないかというふうに考えられるようになっていったわけです。その結果ですね、これはもう今の、整理された結果です、46億年前ですね、最初の頃の地層から始まってずっと新しい方に上に積もっていってる。で、その周りの環境に影響されて、ある一定の期間同じような土がずっと溜まっていって層をなす。その結果、それぞれの層の特徴を見ることによって年代が推定できるということになります。で、これはですね、山口県のあるところの写真なんですけど、まあ、これもちょっとすいません、白黒だと明るさの関係で見づらいかもしれませんけど、まあ、地層っていうのは、この辺ですと丹那の断層行くと一部きれいな地層を見れますし、まあ、こういった形で非常に我々にも馴染みがあるもので、きれいに見ることができると。その結果ですね、これ先ほどお示しした保留類 の祖先だろうと今推定されている一つの生き物、実際は頭部の化石なんですが出たわけですけれども、これは実は中国のこの辺の沿岸域で見つかったものなんですが、ここを見ると大体1億6000年前の地層であるということが先ほどの地層データから推測できて、形態から哺乳類の祖先だろうということで、まあ、こいつが1億6000年前この辺に哺乳類の祖先がいたというようなことが分かるというのが、まあ、化石を作った古生物学の的な進化のアプローチの、まあ、簡単ですが説明になります。で、その努力の結果、人々のそういう努力の結果、こういう進化系統樹と呼ばれる今いる生き物がどういうふうに系統的に関係づけられて、かつそれがどういうふうに時間を遡っていくと祖先につながっていくのかといったような絵が描けるということです。で、ここから、徐々にじゃあこういう進化の研究を DNA の情報を使ってどうやって行われているのか、どうやっていくのか、何が分かったのかといった話に移っていきたいと思うんですけれども、まあ、その前に、実はこれご存知の方よく言われる話ですよ。年輪なんていうのはもうどなたでもご存知だと思うんですけど、ご存知のように我々の体の中には、我々自身 その生きてきた、まあ、歴史というと大げさかもしれないですけども、年代を記録するような、時計が刻まれています。で、有名なのは木の年輪、植物の年輪ですね。植物は1年ごとにの成長に合わせてこういうふうに輪切りにしてあげると層が出てきて、これが1年1年の成長を表している。で、これ植物だけじゃなくていろんな動物も同じようなことが見られて、これは貝ですけども、貝の場合はこの表面の貝殻の表面にですね、成長曲線がやっぱりあって、この線一個一個が成長の年を表している。で、魚でもこれは魚の鱗を1枚取ってきたものですけども、ちょっと見づらいかもしれませんが、この辺にこう薄く線が見えると思うんですけど、魚の鱗の線っていうのも成長に合わせて刻まれたものということで、まあ、こういう線を見るとその生物種全体ではなくその個体の歴史っていうのはある程度見えると。でも今日お話ししようとしている我々が知りたいのは、個体の生活史ではなくて生物の歴史であるということは、もっと長い世代を超えた歴史、記録っていうのをどうやって見ていくかというのが問題になってくるわけです。で、これは朝日新聞の記事から持ってきたものですね。そこでゲノムの出番になります。でですね、ダーウィンの時代ですね、ダーウィンもまあ大体1800ですから19世紀の真ん中ぐらいに「種の起源」という有名な本を出版して、生物は進化するんだということを初めて、はっきり
理論的に説明付けを行った進化論を発表した人として有名です。でダーウィンの時代っていうのはゲノムどころか DNA はもちろんのこと遺伝という概念もない時代でしたので、彼はどちらかというと古生物学者のように動物の形、植物の形、そういうのを見て頭の中で思考実験をすることによってこういう生物が多様になるためには進化というのが必要なんだというのを思いついた人なんですけれども、ゲノムの研究がいろいろ進んでくると、実はその彼が言っている、まあもちろんその進化論というのは年々新しくなってますから、ダーウィンの時代のものそのままではないですけれども、進化の考え方っていうのがゲノムから解き明かせると。で特にゲノム遺伝子っていうのは全生物の共通性っていうのを教えてくれるものであるので、そうするとこれをつなぐと新しい形での進化、もしくはより詳しい進化というのが、詳しい精密な進化というのは分かるんじゃないかということが期待されます。で、ちょっとここでまた一旦進化から離れさせていただいて、じゃあそもそもゲノムというのは何だよという話をさす、簡単にさせていただければと思います。でゲノムというのはですね、ここに書いてありますように、ちょっと言葉遣いが簡単なのか難しいのかわからん言葉遣いになってしまってますけれども、半数染色体の一組の個所、配偶子に含まれる遺伝子全体を示し、機能的に調和の取れた生活を営む上で必要な最小限の遺伝子群を含む染色体の一組を示すと、何のことでしょうということになるんですけれども、これもうちょっと砕けた言い方をすると、我々お父さんがいてお母さんがいて父親母親から遺伝子を受け取って子供が生まれると。でここで言っている半数体、どっかどこだったっけな、これ半数染色体と言ってますけれども、これはどういうことかというと、我々は父親や母親から一つずつ遺伝子をもらっているので2つあります。常に2つ持ってます。でその時 の, 半分、要するに父親から来た分、母方から来た分、その半分の1個ずつを指して半数染色体というんですけれども、半数染色体っていうのがいろいろある、人の場合は24本あるんですけれども、これ全てに我々人間が人間として成立してかつ生きていくために必要な遺伝子っていうのはこの24個で表現されています。でこの24個のものの半分ですね、片親から来た分のセットを指してゲノムと呼ぶと。まあちょっと分かったような分かんないようなところあるかもしれませんが、まあ簡単に言うと我々が生きていく上で必要な最小限の遺伝子のセットを含むものをゲノムだと理解していただいてもいいです。もしくは両親の片側からもらうセットの呼び名がゲノムだと思ってもらってもいいかと思います。でちょっとだけこれ横道それるんですけど、ゲノムっていうのは実は我々ここの国立遺伝学研究所にかなり縁のある言葉でして、そもそもはドイツ人なんですけど、ウィンクラーって人がゲノムという言葉を提唱したんですけれども、実はこの、生殖に必要な染色体のセット、最低の最小の弦のセットという言葉を定義したのは、ここの遺伝研の2代目の所長をされた木原仁さんという小麦の研究をされていた人です。なのでまあそういう意味では非常にもうこれ実は1930年ですから、後でちょっと次のスライドぐらいで触れますけれども、まだ DNA が見つかる前の時代の話ですけれども、まあそういう古い時に実はゲノムに縁があったということになります。でちょっとここら辺は実際のゲノムと進化の研究には関係ないところもあるんですけども、まあ、そもそもゲノムって何なのということで、紹介させていただくと、こちらに書いてあるのが我々の細胞の模式図です。我々の体はこういうものがたくさん集まってできているわけです。でこの中にいろいろごちゃごちゃっと書かれてますけれども、まあ言葉ぐらい聞かれたことあるかもしれませんけど、ミトコンドリアって、酸素を利用するために必要な器官であったり、タンパク質を作るような器官であったり、いろんな器官が入っています。その中に核と呼ばれる遺伝子を格納する、ゲノムを格納している器官があって、その中に ここではこう丸で示されてますけれども、こういう長いですね、DNA のつながった紐状のものが折りたたまれて、収められている。でこれが核で、この中にあるのがゲノム DNA となります。ではこれが電子顕微鏡の写真です。核の写真、核があって、この辺にもやもやもやと、DNA があると。でじゃあ染色体っていうのは何なんですかっていうと、先ほど言った紐状の DNA をコンパクトに折りたたんだ一つのセットっていうのが、
染色体です。これ染色体1個模式的に書いたものです。でこれが24個人間の場合はあると。で先ほど半数体っていう話がありましたけども、これ普段は父親母親から来たものの2個がくっついていて、これが分かれてそれぞれ子供に渡されて、またお父さんの分とお母さんの分がくっついて1個になるというようなことが行われるわけですけど、まあ、こういう形で非常にですね、長い紐がコンパクトに折りたたまれています。でそれをもうちょっと細かく見ていくとこういうふうになります。ちょっとこれ矢印が逆なんですけど、先ほど示した染色ゲノムですね、ゲノムがあって染色体がそれぞれありますよと。でその染色体は長い紐が折りたたまれてるんですと言ったんですけれども、まあ、こういう形でですね、糸巻きの芯みたいなものがあって、それにぐる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 と DNA の長い紐が巻かれていって、コンパクトになってます。でそれをもうちょっと解きほどすと、DNA の二重らせんと、よくこれは言葉聞かれたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、いわゆる二重らせんといわれる DNA が見えてきます。でその DNA はそれぞれ核酸と呼ばれる物質が、これ1個ずつが核酸の1つになるんですけども、こういうふうにつながったものということになります。でそれを戻すとこういうふうに ATGC とか表現されます。でたまに DNA のことを ATGC とか言ったりするっていうのを、これもお聞きになられることが多いかと思うんですけど、それは何でかっていうと、実は我々が使っている遺伝物質としての核酸っていうのはアデニン、シトシン、チミン、グアニン、グアニン、こうか、グアニン、アデニン、シトシン、チミンと4つあって、それぞれ GACT で表すので、それを簡便的にアルファベットの ATGC で表すと、こういうふうに遺伝子の配列っていうのを表現できるということになります。で、これ先ほど の二重らせんのところ、一応大きくしたつもりなんですが、ちょっとバックが黒いので見づらいかもしれませんけど、まあ、こういう4つの物質が紐状につながって、それが2本つながって1つの大きな二重らせんを作っていると。でこれちょっとらせんが見づらいかもしれないですが、これねじれてるんですね。これは化学物質の性質をこういうふうにねじれていくんですけれども、この2本がつながっているっていうのは非常に大事なことで、これが先ほど言った、父型母型 の遺伝子をうまくくっつけるために、こういう二重鎖構造が必要になります。でこういうことが分かってきたのが、1953年、これも有名で、有名な話なので聞かれたことがあるかもしれませんし、この、ワトソンは10年ぐらい前に発見物語を本にして世界的にベストセラーになったので、読まれた方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、2人のこの当時はまだ多分30そこそこだったと思うんですけど、若い人たちがこの構造を世界で初めて見つけたと。でこれによって生物の研究っていうのは、個体であるとかせいぜい細胞レベルだったのが、細胞の中の分子のレベルに、入り始めたということになります。でもうちょっとだけDNA の話に付き合っていただければと思うんですけども、ですね、じゃあ先ほどですね、分子を使って進化を考えるとき、もしくは古生物を使って進化を考えるときに、一つ大事なのは連続性、種の連続性をどうやって担保しましょうかねというお話をしたかと思うんですけれども、なんでそれができるんですかって言ったら、これ遺伝子のゲノムの機能的な構造の模式図です。で実はゲノムの中には機能的に非常に大事なところとそうでもないところとか、まあいろんな全部がこう平等に大事ではなくて機能的にいろいろ分かれています。で例えばここに遺伝子があるとするならば、遺伝子の中でも、エクソンとイントロンという領域があって、大事なところとそうじゃないところ、まああれですね、使うところとのりしろみたいなものですがあります。で、その遺伝子の情報がどうやって我々の体の中で使われるかっていうと、遺伝子の情報が RNA という、まあ、よくこれ転写というんですけども、中間物質を経て、タンパク質、タンパクっていうのはよく聞かれると思うんですけれども、別に我々の栄養源だけじゃなくて、細胞の中でいろんな機能を役割、まあ、小さなパーツであったり、体を作るパーツ部品であったり、いろんな機能、例えばウイルスや細菌が
体外から侵入してきた時にそれをやっつけるような機能を持ってたりとか、いろんな機能を持っている機能分子といったりしますけど、あの小さな分子ですけれども、そういうものが作られるということになるんですけど、まあ、その情報になっているものと、そういうあの機能分子を作るための情報を持っている部分と、いろんなものをつなぎ合わせるための役割をしている部分と、いろんなあのところが混じり合って大きなゲノムとなっています。でじゃあなんでそれで連続性がというとですね、実はいろんなあの生物種の比較研究、もしくはゲノムの研究、DNA の研究で、基本的に我々生物、植物であれ、動物であれ、みんな遺伝子があって、RNA を使ってタンパクを作り上げるというメカニズムは一致しているということが分かっています。で、かつその遺伝子っていうのを比べていると、ゲノムの全体はかなり違って見えても、それぞれの遺伝子っていうのは実は大腸菌から人間までかなりその共通項が見つけられるということで、先ほどのダーウィンの進化の話に戻ると、遺伝子っていうものを目印にすると、例えばその6枚羽と4番羽のトンボをどう使いましょうって言った時に、ある遺伝子がずっと存在していて、それがあの両方に存在しているから、これは連続しているんじゃないかというような考え方をするわけです。で、実際の使い方ですけども、これ一例です。例えばじゃあその ATG を読んで、どうやって生物種をあの並べ直したり近い等を判断するんですかということなんですけども、ここに今ですね、ちょっとすみません、こっち日本語にしてないから分かりづらいですけど、人、チンパンジー、ゴリラ、オランガタン、ギボンですね、霊長類、猿類が並んでます。これ遺伝子の一部です。で、まあ、これ実際の写真ですけれども、これの遺伝子の配列をこう比べていくとですね、あのこの星がついているところは、ちょっとあの字が小さくて見づらいかもしれないですけども、配列が違っているところです。ある生物種は違う配列を持っている、 ATG 種を持っていると。で、そうするとこの数をこうやって、人と、当然人と人だから0ですね、人とチンパンジーでは実はこれ800文字の長さのところを調べているんですけど、7つ違ってた、ゴリラとは8違ってた、こういうふうにあの何個違ってるかというのを数え上げるんですね。で、それをもとに、その違いを絵で表したのがこれなんですけども、その違いをもとにしてやると、こういうふうに人とチンパンジーが近くて、ゴリラがいて、オランウータンがいてといったような、いわゆる系統樹と呼ばれるものを作ることができます。で、これのその系統樹を使ったり、その配列を使って進化を研究するっていうのも、遺伝学研究所は結構、深く関わっておりまして、これはですね、こういうことができるっていうのは、いろんな理論的な研究のおかげでこういうことが分かってきたわけですけども、まあ、あの中立進化と分子時計という概念が、この遺伝研にいらした木村元夫先生が提案されたものとして、世界的にも有名な中立説と呼ばれるものがあります。で、ちょっとあの今日の話はあのここには深く入っていかないんですけども、簡単に言うとですね、これは例えばの例として出してるんですけれども、先ほど見せたあの遺伝子は生物種を超えて共通のものがありますので、これはあるシトクローム C といわれるあの酸素を利用するための過程で使われる遺伝子ですけれども、その遺伝子の配列を見てあげたと、あるところを見てあげたときに、赤パンカビからこう人までどう変わってるか、赤パンカビから酵母で1個変わってる、そして、酵母からじゃあ赤パンカビから馬で、また1個変わってる、赤パンカビから人で、この場合は2箇所変わってるということで、その変わってる数っていうのがある程度時間に比例するんじゃないかということが分かってくるわけです。で、これ実際にそれを見たものなんですけれども、これはちょっとすいません、遺伝子また変わっちゃってるんですけれども、別 ある遺伝子で見るとこういうふうに、それぞれの生物間で何個遺伝子の情報が変わってましたかっていうことが数えることができて、その違いをもとに系統樹というのを作り直すと、まあ、こういう形で人があったら他の哺乳類がその次にいて、爬虫類とか両生類がいて魚類がいてといった形で、その化石を地層に沿って並べ直したように、DNA の情報をあの年代に沿って並べ直すことができると。で、それが時間を反映してるっていうのを別な形で表現したものがこの図で、ちょっとこれはあの分かりづらいところもあるかもしれないですけども、横軸が、現代からどんどん過去に遡ってると思ってください。
で縦軸はどれぐらい配列が遺伝子が違ってるんだというふうにご理解ください。でそうするとそのものによって速さ我々進化速度と言いますけれども速さは違うんですけれどもそれぞれがですね、溜めている時間、変異ですねは年数どれだけの間、分岐分かれてからどれだけ経っているかという年数を表しているということがこういうデータから分かります。でもう一つはそれぞれの遺伝子ごとにその速さが時計の速さが違う。だからこれはストップウォッチみたいなものでこっちか、ストップウォッチみたいなもので数秒数十秒を測ってるけどこれは例えば、普通の時計で24時間を計測していてこれはもう少し長い1週間単位を計測しているとか、まあ、いろんな速さの時計があるというふうにご理解ください。でこの話はちょっとまた後で触れます。で、そういうゲノムの時代の前にすでに、まあ、遺伝子を使った系統分子進化の研究というのは行われてたんですけど、まあ、その結果こういうふうにですね、これはいろんな生物をの遺伝子を集めてきて、一つの大きな系統樹を作ったものなんですけど、まあ、そうすると我々生物の世界っていうのはバクテリアのグループ、古細菌と呼ばれるアーキアのグループ、それで真核生物と言われる、まあ、我々なんかも属するんですけれどもグループと、まあ、大きな3つのグループがあってそれが複雑に枝分かれして今の現在の生物を表しているということが、まあ、分かってきたわけです。でこれは1999年なんでたまたまですけれどもゲノムの直前です。でゲノムの研究がある意味本格的に始まったのは、この人のゲノムの解読が完了したところが、大きなターニングポイントといいますか、ポイントとなっていると思います。でこれはですね2001年、どちらも2001年なんですけどサイエンスとネイチャーという有名な、科学雑誌があるんですけれどもそれに、人のゲノムは解読できましたよという論文が発表され2001年に発表されました。でこれをもって、人のゲノムが全ゲノムの解読が終わったということが言われて、まあ、これをこの2001年から、いろんな進化の研究に限らずいろんなライフサイエンス生命科学の研究っていうのが、ゲノムを使う時代になったということになります。で、まあ、これはちょっと箸休めのスライドですけど、まあ、こういう形でですね人のゲノムがだっと先ほどの ATGC で掛け合わせるようになったと。でこれ実は30億文字あります。人我々一人一人なので、まあ、これなんてもうごく一部どころか本当の些細なかけらだと思っていただけたと思うんですけど、でゲノムが分かってきてじゃあゲノムを使って進化の研究比較ができるんじゃないかとなんですけど、じゃあ先ほどですね、遺伝子を使った配列の研究とはこういうふうに違ってるところを数えるんですよと言ったんですけども、実は一つ問題はこう遺伝子ごとで時計はあるんだけれども時計が測ってる単位が違ってると。これをどれ使うかによって当然いろいろ出てくる答えも違ったり、どの時計がどれがどの時計に当たるかっていうのも考えなきゃいけないとかいろいろ難しい問題があるんです。でそれを一つ解決するためにはいやじゃあもう全部ゲノム使っちまえばいいじゃないかという簡単といいますか、まあ単純な考え方ができるわけです。でゲノムを使うと、そこでですね、ゲノムの進化の話に入っていくわけですけれども、よくですねゲノムが決まってまなしの頃に先ほどのようにゲノム遺伝子っていうのは我々生物みんな共通してるんですよって話をするとですね、多分覚えてらっしゃる方もいるかもしれないのはよく当時話題になったのは人とチンパンジーっていうのは何パーセントしか違わないんですよとか何パーセントも違わないんですよって話がよく出ました。でその延長でですね聞かれるのはじゃあ大腸菌と人って何パーセント似てるんですかっていう質問を受けることがありました。でよくそれ困ったんですね答えに。でなんで困るかなんです。でこれはそれをちょっと説明したいと思って使ってるスライドで、東大の人たちを中心にメダカのゲノムが決定されました。でそれでその結果を使ってこう、まあ、魚類を中心にゲノムの遺伝子ではなくてゲノムの全体の構造がどういうふうに変化しているかっていうのを模式的に表したのがこの図なんですけれども、先ほども言ったように遺伝子そのものは大腸菌から我々のたくさん共通項を持っています。この遺伝子大腸菌も人も持っている遺伝子ってたくさんあります。ところがゲノムの構造で見たときにこれが元だと思ってください。上に書かれている。でそれぞれの色がですね、
メダカを基準にしてますんで、メダカのある染色体上の領域に相当するんですけども、まあ、見ていただいて分かる通り、あの色がバラバラになっていってるのが分かるかと思います。でそうするとゲノムのこう、進化が長く続く間に遺伝子も変化していくわけです。ゲノム上の遺伝子の並びってもどんどん変化していくわけですね。なので、ゲノムが何パーセント似てるっていうのは、まあ、なかなか実はいい表現しづらい話なんですけれども、になると。でゲノムを使った進化っていうところは遺伝子の配列だけじゃなくて、こういうあのゲノム上の遺伝子の位置というのを目印にして、生物の進化史を再現していくということを行います。でこれはちょっとここからいく実例を交えながら話をさせていただければと思うんですけれども、実はそういうですねモザイク構造は我々人類にも見られます。でこれはですね縦じゃなくて横に並んでますけれども、人のゲノムです。これ半数になってるから23かな。いや、ちゃんとあるな。いや、24ですね。Y がないので23ですけど。で、それぞれの色がですね、地域に当たります。で、このオレンジっぽい、赤っぽい色は、アジア系ですね。アジア系の祖先とするであろうゲノムの配列。でこの青っぽいところは、ヨーロッパ系を祖先ですとするであろう、遺伝子の遺伝子というか DNA の配列で茶色とか濃い紫、この辺は、アフリカ系と。ある一人の人間を見ても実はその祖先まで遡るはそこはいろんな、いろんなじゃないあるところから分かれてますので、いろんな、我々が個人じゃなくて我々人というものが生きてきた歴史、長い歴史を表現して、こういうふうにゲノムっていうのはモザイク状になっていると。でこういうことは実はですねゲノムを使った研究をしなきゃ分かんなくて、さっき言った個別の遺伝子でやってると例えばどうですかね、ここの一番上の青いところだけ取ってればこの人はその、ヨーロッパ系に見えてしまうわけです。こっちを見てれば中国系に見えるということで、これは初めてゲノムスケールのデータを使って分かるようになってきたものになります。でそれ以外にもいろんなことが、ゲノムを使うといろんなことが分かって、まあ、私は、そういうことをやってるから楽しいなと思うんですけれども、これはですね人類の大移動、アフリカで現代人が出てきて、それがホモ・サピエンスがどういうふうに世界に散らばったかというのを表しているんですけれども、こういうふうに人のゲノムっていうのを、ゲノムスケールで比較していくといろんなことが分かります。で例えばアフリカの、まあ、今大体西の方で人が出てきたって言われてるんですけど、出てきてそれが北上してヨーロッパへ行った流れと、こうずっと大陸を横断してアメリカまで行った流れがあると考えられるわけですけども、この黒と赤の違いはですね、この人たちが実は一緒に行ったんじゃなくて2回に分かれて行ってると。赤が先行って、その後この黒い流れの人たちが後を追っかけるように出てきている。でここにちょっと見づらいかもしれないですけども、矢印が行ったり来たりしてるんですけど、実はゲノムを比べると先ほどのモザイクと同じで、実はこの集団は、移動を始めて移動した時期はずれてるんだけど、遺伝的に見るとこの辺りで、両方が交流していて、遺伝的にも交流、遺伝子的にも交流が見られると。だからここで集団が一回ごちゃごちゃっと混ぜられて、行ったり来たりしながら、あるグループはどんどん東へ東へと行って、あるグループは南へ南へ、こういったようなことがゲノムのデータから読み取れるようになります。でもっともう少し細かいことも見ることができて、例えば、人類はアフリカで発症してそれが世界に広がったと言われてるんですけども、まあある意味わざわざ辛い北に行かなくていいよねっていうことなのかもしれないですけど、実はあるグループは一旦北に上がってったんですけども、そのグループのうちの何人かはギブアップして南に戻ってる人たちがいるんだなとか、そういった歴史まで、まあもちろんこれはですね確定じゃなくて、あるデータを見ればそういうことが推測できるというレベルですけれども、そういったことが見えてきます。でもう一つ、じゃあ今のはその現代人、もうちょっと現代人ということですけども、じゃあもっと古い、もう少し古いところまで、先ほどですね
DNA ゲノムを使うと連続性が担保できてと頭の方で言ったんですけども、じゃあその今生きている生き物が関わらない、もっと化石世代までどうやってつながるんですかということで、まあ一例なんですけれども、これもちょっとまだここも人の話ですけれども、これネアンデルタールですね。で今の我々現代人です。でまあその祖先がいるわけですけれども、この関係を考えてみたいと思います。で、これは比較的昔ネアンデルタール人ですよって図鑑だとかなんか絵本だとか見ると書かれてた想像図、こういうので年配の方は覚えてらっしゃる方もいるかと思うんです。まあ昔はこういうふうに考えられたんですね。かなり現代人とは違っていて、猿とか、猿っていうところのかな、まあ霊長類とかの、霊長類は我々に含まれるかな、チンパンジーとかそういう形態を結構残してるんじゃなかろうかと思われたわけです。でところがですね、これちょっと隅っこに置いちゃってますけども、スバンテ・ベーボってドイツの研究者です。で彼は、化石だとかですね、剥製から DNA を取ってその DNA をもとに進化を研究するということを熱心にやってる人です。でこの人が、ネアンデルタールっていうのは比較的ヨーロッパで、もともとハイデルベルグ人とかいう呼び名があるように、ドイツとかヨーロッパでよく見つかっていて、彼は非常にこう保存状態の良いネアンデルタールの骨を手に入れてきて、その骨から DNA を抽出してネアンデルタール人のゲノムを決めるということをやりました。それで分かったのがこういうことになります。で実はこちらのこの写真ですけども、パッと見、ネアンデルタールとかのイメージじゃなくて、我々現代人の、まあ、なんとなくこうヨーロッパ系とどっかの根血かなみたいなふうに見えると思うんですけど、これが、まあ、ちょっとねこれやりすぎなんですけども、これが今の一番新しいネアンデルタール人 の、 予想復元図になります。でじゃあなんでこんなヨーロッパ人が調子に乗ってヨーロッパだから金髪にしたのかというと、実はそうではありません。ゲノム研究のおかげでですね、これ進化じゃなくてゲノムの研究のおかげなんですけど、例えば髪の毛の色に影響する遺伝子であるとか、目の我々東洋人は目が黒い、もしくは濃い茶色ですけれども、黒の色素が抜けて薄い色になる遺伝子ですとか、体毛が多い少ないを支配する遺伝子とか、全てではないんですけど一部分かり始めてます。でそうするとネアンデルタールのゲノムを調べたら、こういう金髪、要するに髪の毛の色素がなくなる、まあ、基本的に色素がなくなる、突然変異を持っているようですけれども、色素がなくなるような遺伝子を持っているということが分かって、そうすると髪の毛の色や目の色っていうのをこう変えるべきじゃないか、もしくはこうなんじゃないかという新しい予想復元図ですね。まあ、こういったふうに、まあ、こういうのもまだまだ、まだ入り口に立ったところですから、ひょっとしたら数年後にまた新しい予想復元図っていうのは出てくるかもしれませんけども、こういった形でですね、複合的に遺伝子の情報やらを使うことによってどんどん知識というのが追加されてきていると。でこれ先ほどのちょっと現代人の大移動の図と似てますけども、今言ったような今度はネアンデルタール人の情報と、我々現代人のゲノムの情報っていうのをつなぎ合わせるとこういうことが見えてきます。で先ほど見せたネアンデルタール人って、まあ、中東からヨーロッパこの辺で結構いたと。でアフリカから現代人はまたその後出てきたと言われているわけですけれども、化石からもですね、ひょっとしたらこの辺で現代人とネアンデルタールって同じ時代に生きてたんじゃないかとは、まあ、常々言われてたんですけれども、ゲノムからそれが、ある程度確認できたという例です。でこれ見方は同じようにこの矢印が移動を示しています。で、ここちょっと矢印は縦棒ですけども、ネアンデルタールはいかんせん化石なので、さっきの現代人みたいほどたくさんデータはないので、いっぱい交雑したっていうことはわからないんですよ。ここら辺で取れたネアンデルタールのゲノムと我々現代人を比べると、我々の中にも実はヨーロッパ人やアフリカ人の遺伝子配列だけじゃなくてネアンデルタール人の配列も残っていることが分かりました。でそうすると実はまあなんとなくイメージとして種が新しくできたっつったら、その完全に交流もなくて、切り離された形のイメージもあろうかと思うんですけども、まあ、少なくともネアンデルタールと現代人っていうのは出現した最初の頃っていうのは、交流しながら交雑しながら生活していて、まあ、最終的には現代人の方がネアンデルタール旧人を追い出してしまって、まあ、世界の
おしめるに至ったというようなことがまあ分かってくるわけです。でこんなことはいろいろ分かってくるんですが、同じようなことをいろんな生物で行います。でもう少しこれをですね、対象を今度は人じゃなくて我々のまあ身近にいる動物に移してかんあの例をご紹介します。で、まあ、まず最初犬ですね。犬からいきます。で犬っていうのは皆さんご存知のようにあの、まあ、昔から、人間がどっかの段階で狼を手なずけてペット化したんじゃないかと、そういうことはよく言われているわけですけども、実際にはそのどう起こったかっていうのはなかなか分かんなくて、1万数千年前の化石というのは、人の生活が残っているような人の生活遺跡のところから犬の化石も出るということで、まあ、その頃にはなんとなく犬っていうのは人間の周りにいたんじゃないのっていうことが化石から言われてました。でそれがもう少しあの分かってきたという例を紹介したいと思います。でこれちょっとあのスライド英語のままなんで分かりづらいかもしれないですが、ここら辺にいるのが犬です。で、ここにいるのが狼です。でこっちにいるのはジャッカルって、まあ、あの犬の大きな意味では犬のグループに入るものですけれども、あのもっと古い起源を持つ犬族の仲間です。でそうするとこれが遺伝子の流れを表しているんですけれども、ここがですね大体1万5、6千年前なんですけども、1万5、6千年前の実はまだ狼、今我々が目にすることができる狼っていうのが明確に種として存在しなかったぐらいの頃に、どうも犬の流れっていうのはもうできてきてるのっていうのが分かります。それであの先ほどの、人の話じゃないですけれども、今生きているいろんな犬のゲノムと、ゲノムの中にどういった遺伝子、どういった犬のグループの遺伝子が入っているのかっていうのを調べた人たちがいます。それで分かってきたことはですね、まあ大体あの1万年ぐらいの頃に、これチャイニーズブルフです。中国とかあの中国大陸にいる狼なんですけども、それを中心に、犬の交雑が起こっていると。でその後数千年経つと、今度は、イスラエルウルフですね、イスラエルですが中東にいる狼と交雑が2回起こっているということが分かって、まあ、あの1万年、まあ、実際にはそれよりちょっと古いと思うんですけれども、ぐらい1万年から1万数千年前からの頃に最初の狼と犬の祖先になるような生物種の間での交雑っていうのを多分人が関わってやっていて、でその後、今 の, あの非常に数多い犬種の元になるような交雑っていうのは最初中国であったんだけど、それがその後、ヨーロッパもしくは中東あたりで、さらに行われたと。でまあ今現段階で DNA から見えるのは1万5000年ぐらい前に狼の祖先から家畜化したのかなと。で最初は中国で、それが世界に広がる過程でヨーロッパで再度多様化したと考えられます。でこれはあの補足兼私の意見が出ている部分が強いんですけれども、まあ、実はですね、牛の家畜化を調べると大体1万5000年前ぐらいにあの中東のあの辺りで起こったんじゃないかと。それはあの野生の祖先種とか今の家畜種と比べると考えられます。で1万5000年前ってどういう時代かなって考えてみると、まあ、日本では縄文時代の始まったぐらいで、世界的に見るとやっと氷河が終わって、あの氷河期が終わって氷が引いていって徐々に、世界が暖かくなってきていると。ただ農耕はまだ始まってません。ただしイスラエルのあの辺とかでは、大規模なあの人類の集落遺跡なんかが見つかり始めて、まあ、多少その余裕が我々あの人間の生活に余裕が出た時代なのかなということが見えるわけです。で、そういう人、じゃあさっきあの人との関わりって言ったんですけど、犬がペットだから人との関わりだけじゃなくて、その、 あのゲノムを詳しく見るとまさにこれ人との関わりですねっていうのを見れるのはこれです。でこれはですね、そのでんぷんやブドウ糖を分解するために必要な、酵素の、ゲノム上の数を犬を中心に近縁の狼であるとかと比べたものです。でそうすると普通犬っていうか、まあ、狼たちは、肉食ですからあんまりでんぷんとか分解する必要がないですね、栄養源として。でところが、ペットになって人間のおこぼれもらうようになると、あの雑食性になるんで、肉だけじゃないんでいろいろ植物とか消化しないことには栄養が足りんということで、どんどんこうアミラーゼというでんぷん溶かす酵素が増えていってて、犬はたくさん持ってると。でこの辺は結局、まあ、人が強制的に選んだかどうかはさておき、人と関わった結果犬独特のその遺伝的な背景ができるに至ったものだと、証拠だと考えられます。
で、まあ、犬の方や家畜化ってことは馴染まないかもしれませんけど、このようにその家畜化されることによって食性が変わる、食性が変わるんだけど、その裏にはあのゲノムが変わるということが分かると。だまあこれももう、ここら辺はアラカルトなんで、あのそんな深くあれしないですけども、同じようなことは猫でも分かって、猫もやっぱりやっぱこの辺あの当時中東あたりってなかなかいろいろ多分世界的な先端を行ってたせいもあると思うんですけど、リビアでの山猫が家畜化されたのが猫のペットの猫の最初だと考えられるわけですけども、猫のゲノムを追っかけてあげると、大きく2つのグループがあるというのは分かるんです。一つはですね、早い時代に仏教の伝播、シルクロードを使って東洋に猫が流れてきています。で、それとあのヨーロッパ、南アメリカにいるタイプですね、に分かれます。でそれなんで違うのか分かると、ゲノムを比べると、これあの赤い色ついてるところはその昔、まだ最初の猫の頃に あるウイルスに感染して、その痕跡が残ってるんですけども、それを目印に調べています。でそうするとですね、分かることは、ヨーロッパのやつはそのウイルスの痕跡を持ってるんですけど、東洋の猫は持ってません。なので完全にその病気が広がる前にこいつらは東洋に連れてこられているんですね。でこっち行ったやつらはあのこの今度は痕跡がどれぐらい残ってるかっていうのを先ほどの分子系統順のようにして調べていくと、まあ、これは当たり前ですけども、ヨーロッパからアメリカなんで、ピューリタンですね、正教徒がヨーロッパからアメリカにあの大移動した時に連れてったのが元になって、るだろうというようなことが分かってくると。でこれなんかはまあ人間が積極的に動物の、あの伝播に関わったケースです。でちょっともうあんまり時間もないので、あとさらっとクジラの話をちょこっとだけ触れようと思うんですけども、クジラの祖先の議論というのがあります。でクジラの祖先もそもそもはあの化石で言われてました。これはですね、またあのたまたまです。これは、中東のあたりですけども、これは古い海なので、アフリカがあって、ここら辺 のはまだ水の下です。スペインなんか切り離されてます。なんですけども、ここで化石が見つかっていて、こういう形でですね、どうもこの辺りで、1回こちら1回陸上に出た魚から陸上に出たはずなのに、海辺にいたやつらがちょっとずつ再度水に適応して、最終的にあの水に馴染んでクジラになったんじゃなかろうかということが、まあ、化石から分かるんです。で頭の方で言ったように、化石はそういう点を確実にものとして見れるという意味では優れているわけですけども、じゃあこの点を別な点とどうやってつなぐかっていうのはなかなか難しいわけですけども、それを DNA と組み合わせるとこういうことが分かってきます。で、こちら側ですね、ちょっとこれ図が小さいから分かりづらいかもしれないですが、ここにクジラ類がいます。でこ の白っぽいのは骨なんで化石でしか見つかっているものなんですけど、ここにのカバです。でそうすると、クジラ類っていうのはカバに近い祖先の動物がいて、それがどん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 再び水に適応していった結果、ああいうふうにあの水の中で生きていく哺乳類になったというふうなことが考えられる。ただですね、これは実はまだ議論が続いているところで、実はこれ別な結果では、これクジラです。でこっちがその近縁の動物なんですけど、カバは、確かここですね、ここにいて、これだとちょっと離れるんですね。で、まあ、この辺は実はあのさっき、化石は点で DNA 使うとつながるんだとあの大きく出たんですけども、まあ、あの時代が古くなれば古くなるほどなかなか精度を上げるのは難しくて、こういうあの分かりづらいところも出るんですけど、少なくとも現状どちらの結果でも、あの偶蹄目、いわゆる蹄を持つ動物の祖先のところで、一部のものが、まあ、よくお話的に言われるのは、身を守るために水辺で生活していて、その中でさらに水の中に逃げていったやつらじゃないかというような言われ方もするんですけども、あのどちらかというと草食系ですね、ハンターじゃなくて草食系の動物を祖先に水の中に戻っていったのがクジラじゃないかというふうなことが分かります。でもう一つ、これはちょっとあの大きなそういうあの遠く離れた生物種の関係じゃないんですけれども、もう一つ大事なのは、化石は形態がものとして分かります。で DNA とか遺伝子というのは、その実際は形ともつなげたいわけですけど、なかなかそこはつながらないと。でどういうことが起こるかということなんですけども、ご存知のようにクジラにはヒゲクジラとハクジラっていうのがいます。でハクジラっていうのはあのイワシを食べたり魚を食べてるやつですね。でヒゲクジラっていうのはあのシロナガスクジラとかがそうですけれども、大量に水を飲み込んで、あの
それこそ俗に言うクジラのヒゲってやつですね。昔 の、 あの、三味線の弦やらあの テニスのガットは蝶か、そういうあのものに使われたものですけれども、あとあれだカラクリ人形のゼンマイですねに使われてたようなものですけども、その口の中にこうブラシみたいなのがあって、それでこうしてプランクトンを食べるんです。でかい体のくせにプランクトンという非常に小さなものを食べるというものがあって、携帯から分けるとイルカも歯を持っているので、歯を持つクジラ類とヒゲを持つクジラ類っていうのは分かれていて、で、まあ、その体の大きさの違いはその後で起こったと考えられてたんですけれども、DNA で調べていくとそうじゃなくて、やっぱりクジラ大きくなるっていうのとグループとその小さいままのグループっていうのは最初にあって、その中からさらにそもそもは歯を持ってたんだけど歯がヒゲになってプランクトンに適応していったというふうに考えられるということが分かってきます。で、同じようにですね、あの化石で分からないことで DNA を使って良さっていうのは、例えばこれもあのたまたま揃えてるだけですけれども嗅覚の問題があります。で、嗅覚に関わる遺伝子っていうのは分かっているので、ゲノムの中でその嗅覚の遺伝子が何個あるかっていうのを調べることができます。で、これはそのパキケトゥースっていうのは先ほど言ったクジラの祖先で、これは化石なので実はこれは分かんないです。あの鼻の形を見て多分普通だろうって言ってるだけですが、ヒゲクジラとハクジラを見ると、あのハクジラに比べて、あ、ごめんなさい、逆ですね、ヒゲクジラに比べてハクジラは、嗅覚に関わる遺伝子があのガクンと減っていることが分かりました。なので、こうヒゲクジラとハクジラの進化の過程で起こったのはヒゲと歯だけじゃなくて嗅覚の匂いを嗅ぐ能力っていうのも大きく影響したということが分かってきてます。で、嗅覚に関してはいろんなことが分かってて、これは別にあのクジラじゃなくて、これは実はゾウの祖先なんですけど、ちょっとあの祖先の、古代の絶滅種の話をしたので間に挟んでますが、で、まあ、ゾウの祖先っていうのがいるわけですけども、で、現代のゾウを見ます。で、同じようにあの嗅覚に関わる遺伝子の数っていうのを調べてあげます。で、そうするとですね、これ人からずっといろんな哺乳類が並んでいるんですけども、この青で書いてるところがこのバー全部で遺伝子何個か、で、青い色のところがあの機能、嗅覚に関わる遺伝子としては機能してませんねというものです。で、赤いところが機能しているというものですと予測されるものです。で、そうすると、まあ、実はそのラットとかマウスの、 あの齧歯類ですね、齧歯類が嗅覚がいいというのは昔から知られてたんですけども、あ、まあ、で、犬も鼻がいいってよく言われるんですが、実はゾウはもっといいかもしれないって言ったようなことが、まあ、あのゲノム遺伝子の情報を使うことによって分かってくると。で、これがですね、化石では分からないことの一つだと思います。で、これもほぼ最後なんですけれども、で、こういうあの今ちょっと最後の方はアラカルトでいろいろバーッと最近の、例を示しましたけど、まあ、こういうですね、ゲノム配列を使ってやる研究っていうのは生物学の研究なんですけれども、DNA の類似性、配列の類似性からその生物の類縁性を定量的ですね、先ほど言ったあの生物の分子の時計、分子時計ってのがあることによって定量的に求めることができますよと。ただ人のゲノムだと例えば30億塩基対で、おまけにそれがあの端から順番に並んでるんじゃなくて、遠い生物種だと並びまで変わってるという組み合わせを考えなきゃいけないので手で計算できませんと。で、まあ、そういう意味であの計算機を使って、コンピューターを使った生物学進化学というのが、出てきているということになります。で、まあ、そのゲノムのデータ、人の1人分で30億塩基対です。で、先ほど言った人の移動とかを比べるためには、それも何人分何百人分を比べるわけで、データが大量ですと。で、それをその数字をもとにさらに違いを計算して経過した時間を推定しなければいけない。で、そうすると当然、エラーや、が入ってきたりしますので、統計的な扱いが必要でいったような形で、その計算機を使って生物学、計算科学、統計学で、あの進化を考えるなら地質学なども必要なので地学、計算するか数学といったり、まあ、いろんなことがあって分子進化生物学、現代の分子進化生物学っていうのが、成立しているということになります。で、まあ、あの実際別にこう生物学がこの中の一つになってしまったという意味ではなくて、分子進化から見たらそういうことであるということになります。で、まあ、あの今日 の、 あの話は以上なんですけども、最後にちょっとまあこういうことでですね、ゲノムの時代になって、これを日本人の
小野田さんっていうイラストレーターが描いた、まあ、結構世界的に有名な人らしいんですけども、描いたイラストなんですが、好きでよく使わせてもらってるんですけれども、これゲノムの時代になって我々 の, その生物の研究もしくは生物観っていうのはちょっとあの巨人になったようなもので、一個一個の生物を見るっていうのももちろん大事ですけども、見るというんじゃなくてこういうふうにあのもっと上 の, あの高いところから全体像を見るようなアプローチっていうのは出てきたという絵でして、まあ、これ好きなんで最後にこの絵で締めたいと思います。ありがとうございました。